よいしよいしょ。しょっくりこんな感じです。僕のほかにこんな感じで、次、僕の後は山際先生に調べていただいて、あと、アニシスさんとかパトリックさんとか、まあ、外人の方多いですけど、最後、アンリュルの挨拶が終わって、懇親会という形になります。ごめん。ごめん、ごめん。ちっちゃく拡大する。うっ。いけ。ごめん,ごめん、ご はいはいはい。許してよ。そんなに出ないでよ。なんか、やればできるんだけど。ごめんごめん。ちょっと押してるんで、こんな感じで吸ってことだけ。許してください。はい。ちょっと押してます。じゃあちょっと僕の方のセッションって始めます。今日、結構パラレラを持ってる方が実は、やっぱり意外に少なかったんで、まあ、思った通りだったんですけど、ちょっと。 思った通りの、こんなセッション始めますおいける。いけるいけるいける,いけるあれまたいけねえ。ダメだな。ちょっと待ってくださいね。うんまた行かないな。スライドショーにしたらいきなり行かなくなった。う 多分そのまま始めちゃうしかないと思います。すみませんね。はい。これで、あこれでいけた。パワーポイントです。さすがに PDF はいけた。すみません,なんか、ね。ここの動機がうまく取れなくて、モニターが。すみません。ご迷惑をおかけしました。じゃあ、とにかくちょっと時間をしてますので、軽く説明します。で、あの、僕は全然、本当全然ですので、短く、後のスピーカーの方に頑張っていただきます。で、僕、こんな人です。まあ、こんな人って言ったら、大体ここ、何人かの人は僕知ってるので、まあ、こんな人です。<laughs> はい。 で、パラレラって何って話なんですけど、パラレラってこんな感じで、あの、実はさっきアンドリューさんが紹介いただいたように、3タイプのものがありまして、えー、っと、サーバーとイヤスがこれ99ドルって話になってます。これが99ドルスタート。まあこれ、ちょっと古いやつなんで119ドルになってますけど、実際今、えー、っと、アマゾン .com では99ドルカウント出てますね。で、ディスクトップっていうのがあって、これが7010を使ってるやつね。7020っていうのが、 エンベデッドと呼ばれるやつ、一番高いやつですね。これは2万ちょっとぐらいなのかな、日本円でなってます。ちなみにさっきの、えー、ともう一回繰り返しますけど、あのスーパーコンピューティング IO にご参加いただくと、もうなく18コアがそこにプラスありますので、ぜひご協力ください。と <laughs> いうことで、パラレルは何で買ったかっていうと、僕はやっぱりこれやりたかった。単に自宅に安みにスパコンが欲しいと。これです。ちょっと K が見えてますから、K が知らなかったことにしてください。はい。でもね、僕、キック k s t a r 見たとき、もう既に遅そ,そ,そして間に合わなくて買えなかったんですね。 さっき言ったあのモデルは買えなくて、ちょっといろいろ当たりがあったんで、ちょっと逆に言うと僕はプレオーダーでよかったんじゃないかなというふうに思ってます。プレオーダーで買いました。でもプレオーダーで買ったんですけど、プレオーダーでも納品が約1年かかったんです。ちなみにこの T シャツは、プレオーダーでも納期遅れた人のお礼のためにもらったシャツです、えっと。納期遅れてごめんね、そのくらいシャツあげるからという話をいただきました。で、その他に、今の実はですね、RF さんのにはこれないんですよ。フルキットで。いわゆるケースとか、 電源とか、あの、実はプレイインストールイメージとか、全部くっついてきたんですね。これキットで買うと 50, 50ドルぐらい買えるんですけど、これがくっついてきたんですね。それが全部ないんです、今。で、一緒にこれも買いました。プレイインストールすると、このイメージ、このまま、こ,このまま中身的にはサンデ,ディスクですけど、ね、そのまま。これがついてきました。で、なんでこんなにシビアに僕ね、考えたかっていうと、実は大体皆さん、アダプティブのボードを買うとき、どうしてもちょっといろいろググるとすごい情報が出てくるんですけど、 まあ、USB はね電源間違えてぶっ壊れるらしいんです、これが、本当に。書いたんですけど、僕もこれ見たときに、いや、USB 間違えて本気で壊れるよとか、あのなんか、スモークエフークとのマイパラレアとかも、この電源間違えてぶっ壊れるって書いたんですね。いやー、これなんでこんなことが起きてるのかって、実はリナの人に話をしたらあんまソフトウェア電源コントロールなんで、電源間違えて確かに壊れますねってコメントいただきました、リナの,あの,あの某方からですね。 で、ファンを回さなきゃいけないんですよ。あの、さっき、あの、えっと、あの、ファンとか出てましたけど、あの通り、ファンを回さないと、どんどん熱いで逃げていかなくなるんですね。で、実は僕、買って、初めて納品されて、1年後納品されて、よく買った来たっ言って、電源入れたったのに、あの、何の状、電源交渉でブートしませんでした。本当です。あの、どうなるかというと、途中までカーネルをブートするんですが、電源が足りなくて、リラックスに、リラックスの、 あのイメージが立ち上がってこないまま、もう1回リブートを繰り返すこれ4回、5回繰り返して、これだめだな、ハード壊れたかな、ハード壊れたら返すね、ややこしいーズンなら、99度泣くかと思ったら、原因は電源だったってことが判明してよかったなと。で、後から聞いたんですけど、これ、ハードウェアの方は今日う、コモコ初めて知ったんですけど、中華製電源ってこれ結構、個体数あるみたいなんですよね、だから 5V ト正確に出ないという話が聞いて、ですねこれはやばいと。 で、ちゃんとリライアブルの電源使ってくれって ENIACS コモにも書いてあるので、僕仕方なく3100円もこの高いアダプターを買ってですね。これ、真面目に高いです。これ。でも、すごく安定性いいですよ。本当に。この PSP アダプターを購入して、さらに AC 変換アダプターも購入しました。で、ケースも、さっき、あの、えっと、アンドゥーさんからご紹介いただきました、このケース。これすごくいいです。後は、あの、そこに置いてありますけど、見てください。ケースも買い直して、 でも、でもちょっと電源の問題があるから、内部からこれ、ファン電源、内部から取ってくれて、これ、マジ不安だと思って、ファンだけはやっぱ別にしようと思って、ファンは別腹にしました。ファンはちゃんとこの 5V の電源を、あのファンを買いまして、えっと、購入して、これ、約1ヶ月以上かかりました。これもね、すごい、最近アマゾンはなんか、中国の方の登録が多くてですね、日本語がたどたしくおかしいなと納期1ヶ月かかるよって、中国からの業者でした最初不安に思ったんですけど、まあいいや、せいなくなったぐらい、どうでもいいやと思って買ってみました。 でもっと困ったのは、実はあの USB の,あのハブですねあの、ボードとか、さっき言ったカメラとかも実はパラレラ、カーネルコリコンパイルすれば、USB のダックとかもつなげるんですよ。ところが、サーティファイル USB が一つもないんです、これ。USB.com を見ると、日本製のエレコムが1個登録した大昔のがあだけで、日本の全くないんですよ。でも、ここにはあの、サーティファイル USB ハブ使ってねって書いて、うっそーんと思って。 しかるいので、アマゾンから無理くり平行輸入にしました、ベルキンのやつを。はい、これあります、さこれ結構二十数度で買えるので、まあいいやって感覚で買います。で、ちなみにさっきあの、えっと、アンドレさんが言ってましたけど、パラレラで電源すごく消費,消費電力はあのいいよって話があったんですけど、僕、真面目にワットモニター調べました。実は、えっと、パラレラ24時間中動くし1ヶ月動くかどうかも確認しました。着火し1ヶ月あの。ビーグルボーンと違ってリブートもせず動いてくれました。 さすがビーグルボーンになんか1日2日しか持たないという、なかなかいいボードでしたねと思って、<laughs> それビーグルボーン実は実際アダプティバのパラレルの方が性能が良かったってことで判明して、実はびっくりしました。で、あのちょっととある方から放射法の付けも借りてあの、熱がこもるというので放射温の付けで毎日こう測り続ぎましたこう、えーの。オープン NPI であのベンチかけた時にどこまでこの熱が上がるかっていうのを真面目にヒートシンクの上から、これ温度以上を確認していたんですが、じゃあ実際どうなったかというと、 HDMI の、えー、接続するバージョンで約6ワットから7ワットで起動します。で、ヘッドレスはすごく良くて、えっと、アイドリング時が3.6ワット。で、ちょっと深くても4.9いかないかいかいっか。なので、実を言うと、多分、ラズベリーパイするとそこそこ合格。なのでけ、結構性能がいいなと。で、温度計はちゃんとケース作れば、実は37が44度程度で収まる。で、内部の温度かかるスクリプトを言っても、最高、ちゃんと、 作ってれば60でいかないぐらいですね。パフォーマンスを与えても。で、USB を取ると、キーボード認識しないときがあるので、つなぎ直すが大丈夫です。で、ポイントは、24時間連続カードが可能だったということです。ケフローとしたら。これはすごく僕はいいと思う。サーバーとして使えるということが判明して、実は僕的には嬉しかったです。ちゃんとケフ、作れば OK です。あの、変な話ですけど、僕の講演で、ラスベリーパイの講演聞いてる方はわかりますけど、ビーグルボーンは大体1日持ちませんから。 もう夏なんて間違いなく数時間単位でかあの再,キャ再起動してくれるので、さすがビーグルモンと思ってます。で、考えておいた方がちあの、これから購入検討される方、ちなみに言うと今、今、あのー、先ほど宣伝ありますけど、あの、えっと,あるか,らと思う後から宣伝あると思いますけど、あるスさん、今10%オフなんで、ぜひ、あのー、FPGA の開発されたい方、MPI をいじってみたい方、ぜひ、パラレルアどうぞ購入ください。10%オフです。で あの、ヒートシンクがあるからって結構これ、あの、あの、過信しないでください。絶対ファンが必要です。なぜかというと、このヒートシンクがめちゃくちゃ熱くなるんですよ。これが原因で熱がこもってしまうので、必ずあの、ファンを付ける形でかあの考えておいてください。で、あのー、先ほどのケースを買うんだったら、絶対にまず付ける前に、付ける前にセットで買っておいてください。これは、付けてからじゃ遅いです。で、サンプルケースをご年ごのしたい人は、HDMI の古いのまずどうぞ。あの、なんでかというと、新しいバージョン、僕15ってこのね、 ヘッドレスの新しいバージョンをダウンロードして、えあの見事 MPI とか動かしてんですけど、見事エラーが出て動かなくなって、ホーラーを見ると動かないまんまだったんで、いや、古いやつ、まず使ってみた方がいいのかなというふうに思ってます。なので、ここら辺、あのゴネムのしたい方は、まずは、えー、と HDMI 版でどうぞ。で、SD の焼き上げは実を言うと、ディスクパ、あの、なんですかね、ラズベリパイ違ってあれじゃないんですよねラズビ。ラズベリーコンフィグ、ラズパイコンフィグみたいな感じでディスクをパ、あの、 えっと、拡張してくれるものがないので、もう無理くりリスパートするしかないんですね。なので、Ubuntu とかで母ンでやった方が楽にこなせます。で、あのお話しした通り、DAC とか、あのー、結構使えるっていうふうにフォーラムで載ってると思うんです。ちなみに US あのカメラ USB カメラも使えます。だけど、カーネルコンパイルが必要な場合もあるので、これよく調べておきましょう。そんなにカーネルコンパイル難しくないので、普通にイメージダウンロードしてみて、えっと 普通に、えっと、クロスコンパイルがもうライブラリ切ってコンパイルかけるだけですから大したことないです。で、まあ最後にあった通り、ドーターボード。これ、僕も買ったんです、この、あの、さっきのポッキーパインターのあの,あの山原しくん。で、USB カメラがくっつくって、ラズベリーバイのカメラがくっつくって言われたんで買ってみたんですけど、動かす方法ないんですよね、気づいたら。どこにも載ってなくて、うっそーと思って。いや、待って。 CS だなって俺動かねえのかなと思って、ショック大き,かった大きかったんですけど、結構これは気を付けた方がいいです。ラズベリーパイはさすがです。もうどうこう言っても何でもあのエンジニアが頑張ってくれてるんで。で、今日あのデモ機3台用意したんで、心よくまでぜひお楽しみいただければと思ってます。この,あのぶっ壊してくる、ぶっ壊せって言って f SD カードのイメージを壊してくれてもいいので、どうぞごゆっくりお楽しみください。ということで、あの僕,のこの僕のご紹介、わずか数分でしたけど、紹介をさせていただければと思います。ちょっと何かあれば、あの、 僕のは基本的にデモ関係のことなんで、ぜひ後からご質問いただければと思っています。ありがとうございました。で、えー、っと、あ